おはよう。おはよう。おはよう、集まり。はい。パンタ。はい。パン。はい、ジャン君。パンちゃん。はい、パンちゃん、パンちゃん。はい、パンちゃん、パンちゃん。開けましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。おお。あれ。やっぱりジャン君がいいのね。そこ空いたからジャン君とかに行く感じ、うん、もうちょっと開けようかじゃん、うん、あ、開けそうって感じ、はい、前回になりましたけど、あれ、はい、ジャン君が乗るとこないの、ジャン君少し寄ってあげて、ジャン君上に乗ってあげて、あー来たパンちゃん、よかったね、よいしょ、はい、パンちゃん、ジャン君、はい、じゃあお二人の世界に浸ってください。はいはい。ジャン君もお手手とアイヌが見えてて可愛い。どんな感じ？ああ。手手とアイヌ持ってきといて、カーテンの下から出てる。うん、カーテンから出てる感じが見えるといいな、かわいいね、かわいい、すっごいかわいい、めっちゃかわいい、なんか幸せな風景だね、うん、かわいいっす、はい、予測できましたけれども、大きな事件が起こりました、テレビが映らなくなりました。このところちょっと調子が悪くてですね、こう光の照度っていうのがビコ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 とずっと鳴りっぱなしになってて、目がすごく痛くなってるんですが、とうとう黒い状態で光らなくなりました。これはテレビを買うしかなくなっちゃったなということです。なんかやっぱりいろんなものが壊れる時期ですね。何かがいろいろ壊れる時期っていうのが過去にも数年おき、10年おきぐらいにあるんですが、それを経るとなんとかや、解決するとですね、いいことがあると僕はちょっと信じています。過去にそんな記憶があるので、なんとか乗り切っていきましょう。そして稼ぐことを考えなきゃいけないですよね。ここでだいぶお金が出ていきますので、ということでございました。はい、はい、おやつの時間です。ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃん締め出されちゃったのね、ポンちゃんね。で、にゃー言っていたので、外に出ていたのに扉が閉まってて反対側からは開けられないのね、そうなのね、面白いね君は、うん、なのでごめんねっていうことでおやつをあげます。締め出されたらささみが食えるんだよ、ささみでーす、よいしょ、ごめんね、このすじくんがうにょ、うん、うにょ、よいしょ、ちょっと待ってね、はい、じゃあちゃんとこっち来ちゃう、はい、じゃん、うん、じゃんくん、あ、ちょっと線が入っちゃった、ごめんね、筋入っちゃった、はい、ポンちゃん、はい、どうぞ、いっぱいこぼれちゃった、よしよし、おいしい、おいしいね、おいしい、じゃんくん、あの筋っぽいとこ大丈夫、あ、食べられたね、はい、どうぞ、はい、ポンちゃんもどうぞ、美味しいね、ゆっくり食べてね、はい、どうぞ、はい、どうぞ、テレビがつかなくなってしまったので急遽、ちょっと散財ですが、山善のテレビ、山善がテレビ出してる
ヤマゼンのテレビをアマゾンで注文しちゃいました。悲しい。稼がなきゃ。必死に稼がなきゃ。ヤマゼンのテレビがいいテレビでありますように。うん、結局ですね、うちが買える、やつの中で、お値段、お値段の程よいやつが、メーカー品ではありません。なので、ヤマゼンというところ、ただし、ヤマゼン面白いんだよ。オーディオが音響、いわゆる、オーディオメーカーの音響ですね、うんうん、のスピーカー使ってます。なるほど。それに惹かれました。ね、値段も安いしね。ね、ということで、明日には届くかな、明日か明後日までは、ね、テレビなしで生活です。音は聞こえるよ。音だけ聞いていますということで、ジャン君ポンちゃんには関係のない話でした ね、 ね、音聞いて楽しいかな。面白くないよテレビの音なんて。ということで、ごちそうさま。はい、もうちょっと来た。はい、またお友達、あ、来た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 。ポンちゃん乗るの？お友達からお誕生日のプレゼントのまたお返しということで、そうなの、もらったのに。猫の柄のマスク、これは手作りです。そうそう、手作りマスクを、夫婦用、これ黒岩デカ、マオイ小さみたいな、ね、そういうことか、女性用と男性用ってことなんだ、サイズ別で。 お母さんやる、そんなサイズ違い作ってるんだ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。猫柄おそろで使わせていただきます。すごいいっぱい入ってるよ。ほら、すごい4枚も入ってる。びっくり。一生使えるやんけ。一生。はい。そしてこの柄。あ、ポンちゃんが踏んでいるな。これはおまけとして、ジャン君ポンちゃんにということで。かわいい。チュール。チュールです。ポンちゃんも分かってますけど。これじゃ。ほら。はい、いただきました。ありがとう。え、今チョキのまとめ動画その3、制作中です。もうあとちょっとで出来上がります。今日中にはアップできるかと思います。この映像は21歳の頃のチョキの姿です。お天気のいい日には近くの河原までお散歩に連れ出すようにしていました。はい、ポンちゃん。ジャン君、面白いポーズだね。おやすみ。